きの全国大会行けます。うるせえお前、全国大会かなんだ。絶対に行きたい全国大会、これに勝てば甲子園行きの切符も一緒に収めたと同時、絶対大事な試合で選ぶは1年生1年生1年生なんだよね。それはちょっとひどい。宮古に宮園いい時や宮園は打率いいですね。あ、でもこっちも負けてないんだ。おお、久保田君もまあ俺的には推しなんだよな。ゾノー、多分打順的にゾノ君の 上だよね。ゾノー、あ、ごめん、打順的にゾノ君って言ったのかと思った、決めちゃった。あ、相手も1年生が結構多いですね。マジか。大西君が全く打てないで、ね、有名です。はい、大西ライオンはカスです。5番にするんだ。それでもなお2番が大事、うちの打線は2番が大事。あと相手の源田さんショートは怪しいぞ。岩村さんってセカンドやってた。いやいや、ちょっと待って、源田さんじゃない、あれ原田さん。あれ原田さん、あれ多分原田さん、源田も読むけど。あれれ、さんずいがないぞ。ほら、これこうやってたから、ほらこうやってたから、今これ源田だと思っちゃうやん。相手の強さが分かりません。わでだ気仙沼、ほんとね、昔から私たちとバチバチの関係ですよ。歴代極み高校は気仙沼を倒して、そしてもぎ取ってきた甲子園優勝。まあ代表的な土地って変わってないってことだね。ずっとなんていうの、神戸の神戸高校とかさ、ね、宮城は気仙沼だし、はいはい、いろんな土地がありますよ。東京は大都会。うん、高崎くん143キロの ED 超スローカーブ、高速シンカー、ナックルボールでさ、いや、ナックルボールも強いし、超スローボールもね、栄冠9は強いんですよ。緩急大事なんだよね、栄冠9の人たちって。チェンジアップとかも弱いんすよ。これ厳しい戦い待ってますね、多分打てないっすよ、これ。あいつ威圧感持って短期持っていて、なかなかにこう気の持ちようが。高崎お転生が久しぶりに見たぐらいだな。西巻さんと郡司さん、さあランナーは盗塁し、伊達健堀です。相手の高崎くんのクイックは C、 まあ悪くはない。全力ストレートだったら危ないなって感じ。キャッチャーの方が強ければの話。早急いい、あ、いけるね、これは。レディーボーデン、美味しいアイス、バニラアイス、いきましょう。レディーボーデンって知ってますか。レディーボーデン知らない。レディーボーデン、何、フランスのお菓子みたいに言わないで。レディーボーデンみたいな。レディーボーデン、レディーボーデン、いや多分知らないだけで、もしかしたら生の見たら分かる。パッケージ見たらね、大きいアイスですよ。一人で食べたら最後の方気持ち悪くなるぐらい大きいバニラアイス。あー、アイスって食わないからな。さあ宮園くん、ここはね、ミート極みの力見しちゃってくんなますいということで、ミートバーン、今の捉えないと。ミート極みとしては真ん中のよ、これイランサードゴロ、いらないっすよ。イランサードゴロだけど、危なー、ナイスバッティン。前回の大西みたいなもんじゃないんですよ。チッチチですよ、そこ監督甘いっすよ、俺の。ナイスです、俺ちゃんと打ちますよ。うわ、ホームランとするじゃん。しかも岡本和真、素晴らしい。和真ではない、岡本和真、これ大砲、素晴らしいですわ。ツーアウトランナーらしい。今日リードで迎える2回です。いや、素晴らしい、さすが巨人の4番岡本和真、素晴らしいです。あいつは本当名前なんていうのか分かりませんけど。おお、やっちまったよ、サードゴロ。イランサードゴロ、イランサードゴロ。いやいや、遅いの早いよお前。今日結局この4対0、これめちゃめちゃでかいですね。アズマックスストレートがどこまで通用するかって話なんですけど、あ、アズマックスストレートあんま通用してません。監督全然通用してません。アズマックスストレート、オッケー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 。さあノーアウト三塁、点取ろうよ、ここは。スクイズや、スクイズ、スクイズやろうな、ここは。何球目にしましょうか。危ういな。いや、ミート C、 これはいけますよ。まあ1球外すな、1球スローボール投げてくる。できそうなもんですけどね、それ。ありゃ、2球目にスローボール投げてくる。ここだ。1球目ストライクから第2球。全然違かったけど。よいしょー。うわお、すごい捨て投げで強いわね、あなた。いいよ、堅実に取ってるよ。はいはい、チャンスチャンス。アズマでチャンス、これでかい。アズマ打撃、ものすごくいいです。アズマくん、ここ流し打ちでとりあえず進塁打どうか。カード的にもいいよな、アズマ。頑張れ。お前は右方向の、東方向に打つんだ、お前は。DD。素晴らしいですね。あっちか東かとかは知らないですけど。一応センターが北方面であれば確かに東なんですけどね。センターを南、あ、北だとすると東方面です、ここから方角を割り出せ。誰か言ってみてください。どうやんの、あの切り株、切り株、木があれば木があればどっちか影の方向と時間。いや、わかあー、確かに。いや、今日雨降ってんだよな。あ、ナイスフォアボール、ナイスフォアボール。ここで広角打法で打つこともできる堀くん。熱血使うか、熱血使って流し打ちの数値上がんない、ね、まあでもこれはもう広角でしょ。一発ドカンと一発いっちゃおうぜ。ドツカンと一発、堀ちゃん。打った。第2球。
ホリちゃん、うおーうおーうおー、ファインプレー、ファインプレー、それはファインプレー、それはファイン、それだけ言ってたら超ファインプレー。これはサード拍手ですね。ナイス拍手。また盗塁しようか。盗塁します。ブリー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 ゴー。いやすごいな今の球進化、あすげえな、高速進化。ミート極み宮園、もう一回サード強襲お願いします。いらんサードゴロかもしれん、ね、サード今ね浮かれてるから、さっきのやつナイスキャッチって言われてるから。あでもこいつパワーヒットだけど強襲にしないんだ。一応ミート極みなんでね、これが一番強い形かなと思ってます。このミート極みで打つことによって確率を上げて強振の時はできるよと。ドンドン、ピッチャーがそうアズマックスストレートがなかなか打たれてる。あ大西くんです。なーどめんなー、そろそろ出番。今話題の大西くんですよ。岡本くんもやってますね。7回岡本変えていいっすね。これはもう総力極み木村いきます。いいですね。これで走ってチャンスにして強心臓を発動させて大西くんが打つと。はい、いつもその最後の一分が成功しないですけどね。これで走って強心臓を発動しチャンス発動させて大西くんが打てない、ここなんすよ。流し打ち5、ここは行くべきか。でここで毎回イランサードゴロするんですよね。イランテイランテーサードゴロイランテカット打ちカット打ち大西ライオンダバダバ投げました。ダバダバ前の声もしかしたらあのティモンのシンバーできるんじゃない。シンバいやじゃま真似するさあ努力しようぜ。ナイスヒット、おいシンバー。ああなるほどね、おいシンバー、お前そんなことがわからないのか。ゾウはライオンを蹴散らす。あれそんな感じじゃなかったっけ。ダイソー盗塁 大西イコールライオン、ライオンイコールライオンキングってあの連想できてる人いないかもしれない、これ編集ないから。なるほどね、うん、ライオンキングもう結構昔だからな。そうだそうだ。おお風いいよ、風いいよ。おおおうわお弾道極み三浦。おお弾道高い、弾道高いだけ、高いだけ。弾道極みは風を操んなきゃ。逆風打っちゃダメよあんた。あ今日選ばれなかった久保くんですね、久保田くんですね。久保田くんもう次回ってくるときは代打だし、お祭りを。いやいいか、一応俺次打ったらさ発動するけど、でちゃお調子者もう一人ベンチにいるんだわ、だからさいらないかなと。ミキがいるからさ、あと89でしょ、いらないんじゃないかな。使っちゃっていいかな。 いいんじゃない、使ったところで何も発動しない。いや使ってヒット打ったらさ、ああ次の人続くやと思うけど、打たなそう。いや俺は信じるよ、信じます。久保田孝之信じます。ヒロシでした、ヒロシです。大西ライオンです、ヒロシです。夢のコラボだね、ヒロシと大西ライオン。あ、芸人のそう、もうどっちも YouTuber だべ。大西ライオンはゴルフやってて、ヒロシはキャンプやってるで。今日はキャンプに来ましたヒロシです、うん、って言ったら後ろからドーンってゴルフボールぶつかってだーごめんなーってパパパパパパコラボ動画が上がるかもしれません。これみんなついてきてる。ナイスーチャンス A 発動だ、よかった使っといて。お祭り男ナイスです。さあここで8番木村雄介、お前は全く活躍しないで有名。マジで打てないね。あ引っ張って打ってる、もしかして君ってコック打法ついたけどってやつ。ついたけど広角打法はあえて私がねあの振り遅れた場合のみです。もうキャッチャーの取り方も気になるし、お前の空振りも気になるし、自分実は引っ張りで得意です。いやそれ振り遅れてるから本当に引っ張り得意とは思えない。引っ張り意識して振り遅れて広角打法が発動します。わーおー引っ張り得意かもしれない、すぐ変わる意見だ。うわそれ見逃す、それ見逃す心なかなかすごいよ。第5球アウトコース、いや引っ張りの方がなんかいい打球飛んでんな、確かに引っ張りの方がいいのかもしれない。今のアウトコースしょうがなかったっすね。もうアンケート取ってお前何したいか言えよ。読者アンケート取る、うん、あ視聴者アンケート、お前は何をしたいのか。監督通ってほしい。あーだ励ますも何も使ってないのに君よく頑張るね。アズマックス、あれアズマックスもよく考えたらさ芸能人さんだよね。そう芸人さんね、あ芸人さんだよね、芸人さんだらけじゃないかよく考えたら。俺ら世代っていうかアズマックスに関してはもう一個昔かもしれないけど、ちょっと古いですね。今ついてきてこれるかな。
ついてこいよ、頑張って。うちの師匠じゃみんなあれだから、あの同世代かおっさんだから大丈夫やろ。そうだよ、一番同世代が多いんだから大丈夫よ。でもアズマックスさんが何をどうする人か俺知らない。俺も分かんない。札束持ってる人だよね。え、あれ札束の打ち合いみたいなの持ってる人なかったっけ。札束で殴ってる人なかったっけ、人のことを。それ何、お金持ちやん。そんな感じのやつじゃなかったっけ。ナイス待ってて、お札で拭く人だ。汗よねえ、高島くんどうしちゃったんだよ。もっと豪快なホームランを打てる子だったやないかい君は。もう拙者は若い世代に任せてでござる。高島どうしちゃったんだよお前。高島を救いたい。それを手出さなきゃお前、流し打ちの時はよ。おい高島、高島どうしたんだよ。高島を救いたい。お前前はすごかったじゃねえかよ。1年生で入学式でゴミみたいな入学式だったのにお前だけで火入れて、どうしたんだ高島。高島どうしたんだ一体お前。救えねえや。救いたい動画みたいに真似してみたんですが無理でしたね。これ高島さすがにね、この高崎くんなんですけど、ほぼストレートがないということで、盗塁の君もですね、まあ、走れますよということだけはお伝えしておきたいです。よし、スローボールじゃなかった、普通にアウトだ。君代打でいいかな。大野くんいいじゃねえか。でも自分ムードメーカーなんで、自分より国吉くんの方がいいかなと思います。じゃあ国吉いくか。戦う目してる？全然戦う目してない。いやしてないな。あいつトリクラ取るぐらいの時に目してる、ね、試合終わった後になんかこう遊ぼうぜみたいな、ウェイ系だな。あの目は、あの奥舞台腹立たしい、ね、転がせ指示で言いますね。こういうね、打撃的に才能がない人はとりあえず転がせってやつ。とりあえず転がせ、レベルスイング、レベルスイング、アッパースイングダメよというね、平成初期の指導で行かせていただきます。あ、はい、僕それのせいでフライが上がらなくなって、もうなんか怖くなった、打撃が。あー、それでいいんだよ、それで。ほら、転がせばなんかあっただろ。あー、平成初期の、あー、やばい、コールド勝ちになっちゃう、やべ。転がせばなんかあっただろ、それでいいんだよ。お前は次も大体出してやるからな、それでいいんだよ。コールド勝ちになるわ、これ。魔物行くか。そうだね、どうしようね。恩師ライオンですけど。田村か。アツシでいいのかな。アツとのアツとかアツシのアツだよね。アツシって読むのあれだけども足が遅い。ん、足が遅い。あれ、はい、王の足が遅い。うん、え、ああ、そうだよ、ジーってことね。そうだよね、そうだよ。俺名前聞いてんだけど。あ、いや、王の足が遅いはやばいだろ。王のあれはなんて読むんだろうな。アツとかアツシのアツなんだけど、あれ一文字でもアツシって読むの、もしかして。アツシでいこう。第9投げました。なーしじゃーん。いいことするじゃないですか。サード今日貫くね、グローブ。大野やるやないか。おーっと、これは終わりか、さすがに。流れちゃうか。ランナー、いや、いるよが大丈夫だな。ランナーいる、三浦。お前今日打てねえぞ、おい。さっきものすごくいい当たりを打ちましたが、ライト方向の風にやられましたよと。もう一回行こうぜ。通りできるやついないか。いないな。眼剣。眼剣怪しいな、総力 D は。投げました。シュートはボール。まずはインコース。それに東今日何も指示してないから、東に指示したいってことだな。眼形も出したいけど、東に何も指示してないよ。まあドンマイだね。ナイス10点。いや、いいよいいよ、このね、ライバル気仙沼にね、こんな点数取れるなんて素晴らしい。素晴らしい、アンダーダスイ。マジでお前ディズニーの歌しか歌わねえや。ディズニーを見て育った。ディズニーとジブリは欠かせない。ジブリはあんま歌わないもんな、ま、見て混ぜてあるよね、一つは、はい、男走るよ、ハンタロウ。ジブリじゃねえからそれ。確かに動物系だし、化け物だけどさ。大好きなのは何だっけな。テンテテ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 レレレレレテレレレレレテレレ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 テレレレレレテレレレレレテレレレレレテレレレテ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 
私は眼鏡制球大好き、際どいボール。お前強打とこ投げる指示が何もできないじゃん。じゃん内角外角低め丸歌歌えるぞ、眼鏡。いいね、眼鏡の歌いいよ。いや、眼鏡いい投球すんだよな、マジで。前回打たれたけど、なんかカーブ。これでツーアウト、ランナーありません。代打は古賀。悪くない。眼鏡悪くないんだよ。でも出番がねえんだよ。あたしさくらんぼ、大塚愛。全体的に今日はちょっと古すぎるかもしれない。俺もついていけるかついていけないかわかんないんですね、同世代なのに。全体的にちょっと今日は古いかもしれません。大変失礼いたしました。古田さんですわ今日は。さすがにヤバいですわ。3番の名前も古って書いてあるしよ。じゃあ全体的に古いですね。新しい未来の話でもしますか。投げました。大塚くん変化球極みです。出番があるかどうか分かりませんが、あの東の世代にもう一人倒していた方がいいよっていうコメントを採用させてもらってちょっと成長させております。眼鏡いるやん。確かに。でも眼鏡か大塚どっちが強いか分かんないんだもん。眼鏡も打たれてるしこの間。眼鏡なんかあの請求極みで任せる大塚確定弾取りましたね。そう。投げました。サード大塚も打たれ始めたか。あの一応1点取られたらエクストラコース入りますよ。エクストラコース直球低め。エース誰もいないんでエクストラコース入られるとやばいですよ。第2球投げました。あま、あまあま大塚相手こっち絶好調で当てて不調ですよこの野郎。さすがにこの上下はかわいそすぎん。第4球を投げました。これが極み高校のね、あの口のなんだろう、しゃべりでこれ落としてる。足やな。口足したです。セカンドは久保田です。サブポジ極み。はい、OK。 お疲れ。はい、甲子園出場おめでとう。秋大会出場おめでとう。素晴らしいな。秋大会出るからマジ素晴らしいわ。素晴らしい。これで岩手県はもう完全クリアですね。二重クリアですよ。夏も制覇。あれ次岩手だっけ。俺ら青森から。あ、じゃああ、お、ここごめん岩手だ。そう、岩手からクリア。岩手の次福島か秋田かな多分。秋田、うん、右左かな。左に行く。米がうまいぞ次は。お前らこいつら、あ、いやダメか。3年間しかできないから3つしか選べないのか。当たればこれ日本全でできるじゃん。全地区そうだよこいつは。お、いきますよ。秋の全国大会出場を決定。これでかい。じゃあ次回はドラフト見てから秋の全国大会ですね。どうしますか強者。あんまいいか。前回次回でいいでしょう。ドラフトはみんな注目してるし。